ジュアフィッシングには日常で得ることのできない感動が詰まっている。初めて手にした一尾は手足が震えるほどの衝撃と感動を与えてくれることでしょう。さあ、感動と興奮のルアーフィッシングを始めてみましょう。今回は茨城県の波崎エリアの海岸にやってまいりました。この時期ですね、ヒラメをはじめとしてシーバスや青物が狙えますので、ぜひですね、楽しい釣りしてみたいと思います。訪れたのは鹿島灘に面し、茨城県最南端に位置する波崎海岸。この時期ここで釣れるのはヒラメやシーバス、そしてイナダなどの青物。どの魚も強烈な引きが魅力。いやー、今日は風が強いですね。向かい風ですね。ただあんまりこう海はしけって感じはないし、潮の色もこれいいので、ひとまずそこの離岸流で攻めてみます。フリッパー Z の 36g、 重たいメタルジグじゃないと今日はね勝負できないと思いますんで、まずこれからやってみます。タックルは重たいメタルジグを遠投できるサーフ専用のロッドと中型リールがおすすめ。この場所ね、左右ほんとこれ浅いんですよ。浅くて今この立ってるこの要は下ですよね、この砂浜の足元のこの傾斜がすごい緩いでしょ。でもちょっと向こうとこっちと比べるとここだけ若干深くなってますんで、ここやってみます。立ち込む時はあんまり前に出ないように気をつけながらやりましょう。まずはね、ただ巻きで誘ってみます。あと2時間ぐらいで干潮ですよね。まだこう潮が下げてくるんで、潮が下げたら自分の立ち位置がねもうちょっと前に出られると思いますので、そしたらねもうちょっと沖側狙えると思います。反応がないのですぐにルアーを交換。フリッパーの 32g、 比重のね重たくてコンパクトでちっちゃい、メタルジグになります。まずねこのフリッパーは投げて底を取ります。落とします。海底まで落としたら糸付けを取って、一番簡単なのはやっぱりこのねただ巻きよね。でただ巻きのこの速度っていうのは海底を引きずらないぐらい、上げるときはこう引っ張ってこのまま待つのね、このまま待つのね。そうすると糸が当たるんで着底します。そしてまた糸付け取ってポーンって上げて糸付けで、出るまで待つとね。これはリフトアンドホールとかジャークアンドホールとかいうやり方ですよね。あともう一つはまあ僕大好きなやり方、ストップアンドゴーってやつですね。投げて、着底を待って、着底したら糸付け取ってね、リールを巻きます。1,2,3,4,5 回巻いて止める。で糸付け見て、で糸向けて、糸付けが出たら着底、1,2,3,4,5 ね。これね5回でも3回でも2回でもね、自分のねリズムでその回数決めてもらって結構です。次はですね、こういったシンキングペンシルですね、ウェッジ120というですね重たくて、よく飛ぶねシンキングペンシルで沖目から手前をね狙ってみます。これもねちょっとゆっくりただ巻きしてます。イワシとかいないかな。立ち位置ねちょっとずつ、まあ右行ったり左行ったりね変えてみてくださいね。ちょうど今日朝の8時ぐらいがこの辺の干潮の時間なんですよね。で今度上げに転じた時に、まあ、潮がこうまた上がってね、潮位が上がってくるんですけども、そういったタイミングでまた入ってくるかもしれないんでね。強風は収まる気配を見せない。風が強いのでこのねフリッパーの 32g、 ちょっとシルエットをちっちゃくしてね
遠くまで飛ばすためにこれ使います。もうここねブレークラインです。波がね最終的に、ね、立って、まあ潰れるところやってみます。よし来た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 よ来た来た来た、よっしゃー、なんだバレんなよ、最後バレんなよ、なんだひらめだひらめだ、やった、ひらめ釣れた。見てフリッパーの 32g だね。よーこの海峡のバタバタの中で食ってきたね。ほらほらほら、こんな感じで、どうでしょう、40センチぐらいかな。ひとまずね、ヒラメちゃんが釣れてくれました。今ね、まあブレイクラインって言って、一番ね、まあ沖のこう波がね立つところ、そのね境目ですね。そこにこのフリッパーですね、これ 32g ですね、これつけて、まあキャストして一回しゃくって着地したところでドーンとこいつが食ってきました。やったー。がっぷりとルアーを飲み込んでいる。魚の活性が上がってきている証。日が出てきてですね、いい感じになってきましたんで、追加ね狙いたいと思います。少しこうね空気吸わしてあげてね。で、これで離してあげます。行きます。いいよ。行きました。これもうね右に、ね、流れてるんで、あとはもうずっと流れに乗って海にね帰っていくと思います。今回使用しているルアーの特徴を聞いてみた。このね遠浅サーフ、ブレークラインが遠い時と風がね強い時っていうのは、こういったメタルジグの出番になります。こちらがフリッパーの 32g、 そしてこちらがフリッパーの 40g ですね。この2つあると風がね本当に強くて、もうちょっと投げらんないよって時でも重たいルアー使えますので釣りになりますね。これはですね、小粒でよく飛ぶということと、動きがねこれ派手でよく動くので目立ってくれます。なので広いね、ちょっとポイントが絞れないようなブレークライン狙いですよね、そういった時にこれ非常に効果的になります。そしてこちらの 40g の方は、少しこう波足が長い時とか、上げ始めて自分の立ち位置が後ろにね下がってきた時、飛距離がですね出ますので、下がった分の飛距離を補ってくれるだけの、まあ飛びがありますので。メタルジグの特徴を生かし、カラーも含め的確に選択しよう。午前8時、干潮を迎える。おそらくね、ベイトがいて活性が高いんだと思います。まだね、連発期待できそうなんで、しばらくね、またここでやってますけど、ただね、ここでね、狙える時間がね、30分ぐらいしかないんですよ。今ね、ちょうど干潮の時間帯で、このね、時間を逃すと、このね、場所に立てなくなっちゃうんで、さあ日が出てきたよ。よし来た、よし来た、しばさったよ、よっしゃ、そっち行くよ。岸が遠いんだよ、岸が。生後と復興の習慣ぐらいかな。波の中でひったくってくようなね当たりで食ってきました。ああちょっとハーハーしますね。連発です。ヒラメに、まあ、復興にちょっと魚来てるみたいですね。やっぱりこのフリッパーの 32g のこのカラーですね。はい、よし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 、行ったー。潮が満ち始め、いい時間帯もあとわずか。
あいいね、鳥がフィードにないのかな。今度はですね、この 40g の、フリッパー UV カタクチですね。あの風があるんで、で潮位も少し上げてきたんでね、 40g で、まあ、自分がこう下がった分だけ飛距離をね補うという形で使っています。よっしゃ、ヒラメっぽいよ、ヒラメっぽい、ヒラメっぽい、よっしゃ、引く引く、おお、これヒラメ、ヒラメですね。暴れないよ、暴れないよ、暴れない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 、ヒラメだ、よっしゃ、ヒラメだ、よっしゃ、今日2枚目、OK。 ちょっとサイズアップですかね。まあ、ちょっとね潮位が上げてきて自分のね立ち位置が下がったので 40g のねフリッパーこれに変えました。で色はねこれ UV カタクチといってですね、まあちょっとね弱い光でも薄く発光するようなね光るようなそんなねカラーを使ったところ食ってきましたよ。流れの中でしたね。ぜひですね、海峡を見て風が強い時はですね、メタルジグメインで釣りしたら釣れますんで試してみてください。見事手にしたターゲット、この感動の瞬間を味わうためにアングラーたちはサーフに立つ。遊んでくれた好敵手に次なる出会いを求めてベイを解き放つ。ゲームフィッシングの神髄がここにある。